2005年7月9日に、オハイオ州シンシナティで開催された、ナショナルトレインショーに登場したレゴトレインの大規模な、レイアウトの一部レゴトレインシリーズとは、レゴ社が1966年より発売している、子供向け玩具である。プラスチックの部品を組み合わせるレゴの一種で、セットの基本構成は主に列車もしくは機関車と、牽引する貨車、駅などがあるほか、帰陸車や、 五千用の車両、駅舎などの単品のセットも用意されている。子供のファンのみならず、大人のファンも多く存在するシリーズである。期間は 37.5mm で、ファンたちの間ではしばしば鉄道模型企画になぞらえて、L ゲージとも呼ばれている。トレインシリーズの源流となるのは1966年に発売された 4.5V シリーズのセットナン、no. バー080。 基本セットによるものである。4.5V シリーズの基本となるものは 4.5V モーター、電池ボックス、そしてレールである。駆動用の電源は単に電池3本である。レールは直線と曲線が発売され、期間や長さ、曲率は2015年現在も供給されているレールと同一であり、一周はカーブレール18本である。 1966年当時のレールは2015年、現在の主流の一体成形のレールではなく、二八ポッチの枕木プレートとレール二本で一体となるような組み立て式だった。また、成形色はグレーではなく、当時は青色であった。4.5V シリーズで1966年に発売された製品は、上記の3点のほか、セット品、単品で、 上気機関車をモチーフにした機関車がラインナップされた。1967年には前年の直線と曲線レールに加えて交差レールと左右のポイントレールが追加され、1968年以降はそれまでフック式だった連結器がマグネット式へと変更され、形状は幾度も改良されていくが、以後の連結器とも互換性を有する仕様になっている。 1969年には従来の 4.5V システムに加えて新たに 12V システムが追加された。12V システムのレールには給電用のレールが用意され、その給電用のレールから終電集を介してモーターに電力を供給するシステムを取った。直線と曲線レールは従来の 4.5V システムのレールに給電用の レールを追加することで使用することが可能になっているが、ポイントは新規の部品として供給されたが、その代わりに自動切り替えを装備することとなった。給電用のレールには、パワーアップパックを介して12部位が供給される仕組みである。パワーアップパックにはポイント切り替え用の端子も装備、されていた。1978年には、現行のミニフィグが登場したが、客車などはまだ、 ミニフィグが乗ることを考慮されていない仕様だったため、窓などのパーツはシールだったり、内装の再現まではされていなかった。1978年当時のレゴのキットではまだ、ミニフィグを乗せられるスケールを意識した製品が少なかった。1980年には、マイナーチェンジが行われ、12V システムに変わりはないものの、いくつかの変更が加えられた。 まず一番大きな変化が、レールの色が1966年から一貫して、使用されてきた青色から灰色に変更されたこと。レールはクリップ固定式に変更され、クリップ固定式用の枕木パーツが追加されたが、レールの曲率、長さ、ポイントの規格には互換性があり、従来のプレートにも固定可能な仕様とした。 また1979年以前は24のブロック型のホルダーに金属製の車軸と車輪を取り付けていた、もしくは車輪台枠と連結器が一体となっているものであったが、車輪と車軸が一体となったパーツに変更された。またミニフィグの登場時には意識されていなかったミニフィグスケール化も行われ、透明な窓パーツやミニフィグスケールのドアパーツに刷新された。また、 同時期には二等式信号機や自動踏切も導入された。9V トレインモーター1986年には、マジシリーズと宇宙シリーズに音と光を用いるものとして、ライトサウンドと呼ばれるものが登場した。これまでの電気系の違いとしては、電池ボックスの小型化のために 006P 型の乾電池を使用した 9V 規格になったことと、ケーブルの取り回しを、 簡略化するためにポッチに通電用の端子を埋め込んだ通電プレート、サイレンを鳴らすことこできるサウンドユニット、ライトが用意されたが、トレインシリーズに 9V 規格が登場するのはそれからおよそ5年後のことである。9V 規格が登場してしばらくの間は、レゴの電気規格はトレインシリーズの 4.5V12V 規格と、待ち、 宇宙シリーズの 9V 規格が混雑している期間が続いていたことになる。そんな中登場したのが1987年に発売されたモノレールシリーズである。運用形態としてはレールの真ん中に突如にラックギアがあり、それを挟む形でピニオンギアが駆動する方式を採用していた。 旧ボルト規格を駆動に用いた点を考えると、後に登場する旧ボルトトレインシステムの先駆けとも呼べるものである。そして、トレインシリーズは1991年に旧ボルト規格へと移行が行われることとなった。旧ボルト規格への移行にあたっては、従来の4 5 v 1 2ボルト規格との互換性を失い、新たなシステムへと再構築された。 9V システムの特徴としては、気境形状のレールが用意され、12V システムでは、給電用のレールから電力を得ていたのに対して、ステンレスコートのされたレールから電力を得る方式に変更された点である。期間は従来と同一なため、9V システムのレール上で4点を、V システムの走行は可能である。ルトシステムの移行にあたっては、12V システムにあった自動切り替えや、 自動踏切、二等式信号機などのギミックは廃され、とても簡素なものとなった。9V システムの基本的な構成は、気境形状のレールと給電用のコード、そして、スピードレギュレーター、9V トレインモーターである。給電用のコードには、電極が装備されていて、レールの両サイドに取り付けることで、レールに電力が供給されるようになっており、 9ボルトトレインモーターの車輪は、フランジ部が金属製で、フランジがレールに接触することによりそこから終電し、モーターに電力供給する形態となっている。9ボルトトレインモーターには通電用のポッチが用意され、そこからライトなどの電源が取れるような工夫がなされていた。また、車輪パーツも刷新され、4 5 v 1 2トシステムの車輪幅は1。 ポッチ幅だったのに対して新しく用意された車輪パーツは車輪幅が半ポッチに変更され、その代わりに軸受け、軸バネを再現した台車枠が装備され、リアリティが増した。2006年にレゴ車は金属製レールよりも低コストなプラスチック製のレールに戻し、新たにバッテリーで駆動し赤外線でコントロールするトレインシリーズの製品を発表した。 この製品は専用の6、ポッチ幅のベースが用意され、そこに電池を搭載する形態をとった。この新しいバッテリー駆動方式は、従来の 9V トレインシリーズと比較して、独立して1台の電車をコントロールでき、またレールレイアウトの面でも、9V システムと違い曲線や動通を気にすることなくレールの配置ができる、優れた点があったが、その反面バッテリーの交換が必要になった。 曲線を気にすることがない点から2007年にはクロスポイントレールが追加された。2007年10月1日にレゴ社は9ボルトシステムと RC システムの収束を発表した。その理由として9ボルトシステムでは利益を上げるのが困難なこと。9ボルトシステムの製品群の中で9ボルトトレインモーターやスピードレギュレーターの利用範囲の狭さが挙げられた。 その発表の中で、新システムの発売を2009年頃に行い、レゴテクニックシリーズの部品を用い、パワーファンクションスシリーズと呼ばれる新規格に移行することが明らかにされた。新規格の製品としては2009年の夏に発表された1194エメラルドナイトと呼ばれる蒸気機関車のキットが最初である。パワーファンクションスシリーズには、 新設計の充電式バッテリーと新設計の赤外線コントローラとレシーバー、そしてパワーファイクションスモーターである。なお、先代の RC システムも同様に赤外線通信での制御であるが、互換性はなくなっている。レールに関しては RC システムと同一のものが使用されており、9V システムのレールともステンレスコート以外は同一のものとなっており、互換性を有している。 ありがとうございます。